はい、竜の祭典ドラゴン魂フェス7パックと、あと、なんか店員さんから2パックおまけでもらいました。なんか余ってるんで。ヤマダ電機で買いました。では、1パック目。あ、狙いはメビウスとか、まあ、ビクトリー関係、あとね、ライオネルとかが欲しいです。なんかね、これはね、ドラ玉はね、白枠なんで、脇が白いんでかっこいいんですよ。これ買っとくことを、まあおすすめします。まあ、DM はついてないんですけど、ここがね、イラストが白いんで。さあ、ファイナル回想。すいません、ちょっと親がまあですけど、バザガジーラゴンベリレア、すいません、すいません、親が、あ、まあスルーしてください、あのうるさかったと思うんですけど、まあちょっと、はい、百鬼夜行、はい、ニュートン専用パンツァー、ドラグメントスロット。おお、キリコ！うわ、すげえ！マジか。やったー。スーパー来ました、キリコ！よし！ようやく、少し今回やばい。お、アルカディアス D、ベリー。はい。よし、ラストパック。キリコ来ちゃいましたよ、7パックで。これは当たりなんじゃないですかね。クアトロドンか。はい、ってことでしたね。まあ、ベリーレア。こんな感じ。まあ、一番嬉しかったらこれですね。来ました。はい。やりました。まあ、今回もう元は取れた。欲しかったのが来たんで、じゃあこれ開けていきます。なんかこれはね、カード5種類で、過去前のやつ、アゲアゲアゲヒストってことはかなり昔ですね。超曲がってるけど、すげえ曲がってる。非売品でだいぶあれだったから。特攻人形ジェニー、あ、これいいと思います。はい、これも曲がっとる。エピソード2のやつか。まあ、取っといてもよかったんだけど。はい。神滅、武神、ブラ。まあ、なんか余ってたらしくて、はい、タダでもらったんですよね。これあげますとか言って。はい。でも、タダなだけあって、曲がってました。まあ、重いもの乗せて調節しときますね。はい。なんか、ブラーとジェニーでしたね。まあ、今回なんか当たりでした。いろいろと。まあ、いろいろとっていうか、まあ、こいつが出てくれたんで、はい、もう文句なしです。では、ご視聴ありがとうございました。